さあ全国のスラッシュワックス界の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、最強のスラッシュアックスと名高いレックススラッシャー、こちらの装備紹介を、ね、やっていきましょう。とりあえず汎用的に使えるという意味ではもうこの1本が最強と、言われていまして、でグランドカオスとは、ね、肩を、まあ並べるか抜いたかみたいな話なんですけれども、これ実はね、あの最強のスラッシュアックスという動画をこれで出したんですよ、1本ね、そちらの中でも第1位にさせていただいたんですが、グランドカオスが実はね、匠さんをね入れるとね、白ゲージ出るっていう話を聞いたんで、それもね試してみないとなとは思ってるんですが、とりあえずですね、こいつはもともと白ゲージありますんで、めちゃくちゃ強いということを見せていきましょう。で、レックスラッシャーティガレックスの素材でできてますんで、同士打ちさせようと思ってティガレックスで練習しております。でちょっとプレイにあんまり自信はないので、その辺ちょっとご了承いただければというふうに思うんですが、とりあえずですね、ティガレックスの立ち回りは、まずは腕を狙っていく。ちなみに今回さっき今砥石で研いだと思うんですよ。これはなんでかっていうと、開幕砥石で研いだのはなんでかっていうと、合人研磨っていうスキルを採用してまして、これ研いだら、90秒間もうゲージが減らないっていうぶっ壊れスキルになってるんですね。だから、まあ、会心率高い場合は達人芸とかもありますけれども、僕は合人研磨を押しております。これなんでかっていうと、 100% 切れ味切れないのは強いと思ってるんで、個人的にはどんなところを切っても、どんなところに当たっても、まあ、何のモードで切っても、剣でも斧でもずっと切れ味が切れない。90秒間ね、90秒間の無敵モードに入ると、つまり、まあ、マリオでいうところのなんかスターを取った状態ですよ。あれめっちゃ避難してんだこの辺。なので僕はあのスキルが最強に強いと思っている。あ、今危ねえな、今の見て、奇跡のかわし見たかしたけど、今の当たってもおかしくないぞ。で基本的にはこのね、腕をね殴るとね、腕が壊れてダウンが、そうこれこれよ、ティガレックスはこれが気持ちいいです、まあ、ティガレックスとかベリオロスとかなるべくるかもそうなんだけど、まあ、ティガレックスの場合は腕が少しね、あの他のモンスターと比べて柔らかいっていうところもあるんで嬉しいところですね。さあ今度は左腕を壊していきたいといったところ、腕破壊ゲー危ない、うえ、腕破壊ゲー、そうこれコロリンコロリンして近づいていく感じになるんで、ティガレックスじゃないスラッシュアックスは。で移動するときはこのオノモードで立ち回っていくのが基本で、これはね、なんかね、ここのね、なんかうんこみたいな形した岩あるじゃないですか。この岩ティガレックス意外とね刺さることあってね、それ狙ってるんですけど無理でした。ほいはい、左腕をそろそろ壊してきた。あ、これは欲張ったね。あの溜まってないときに欲張って飛天連撃すると食らうっていう、これスラッシュアクサーある危ない。あー、これで切れ味が落ちてしまった。あー、欲張っていく。欲張ると被弾するんでね、なるべく欲張んない方がいいですね、基本的には。で先行弾を投げて、でその間に研ぐっていう、これがね僕のルーティーンですね、いつも。こうすると結構ストレスなく砥石できるんで。でこの武器は基本的には合人研磨をしたら90秒間無敵モードに入れるんで、まあ、どっかの隙を見て無敵モードに入りたいといったところ。さあ向こう側の手に行きたい。よいしょよっしゃ、オッケー。さあここで僧侶が入っていく。今回は金剛剣舞っていうね、あの方向とかに合わせて、使っていけるゴリ押し技を使ってるんですけども、飛翔連撃だっけ、違う、飛翔龍拳かがいい方は、飛翔龍拳にしてもらってパンパン攻めしてもらってもいいかなというふうに思ってますが、まあ、個人的にはティガレックスとかはね、パンパンしてると結構なんか事故起きること多いんで、なるべく安定した立ち回りをしたくて、飛翔龍拳ではなく金剛剣舞にしております。金剛連舞か、間違いんだよな。さあそろそろ腕壊れていただきたいと言ったところ、無理だ、腕壊れねえなあいつ。これ自分の立ち回りの癖でね、どっち腕攻撃しやすいかとかあると思うんですよね。あ、よし壊れた、 OK。 でここで頭にしっかりと ZRA コンボをぶち込んでいく。はいはい、 ZR で絶対アウト。あ、スタンも入りました。これが元気瓶の強さ、スタンも取れるぜ。まあ、ちょっとですね大変ですけどね、スタン取るの結構殴んないといけないんで顔で。ここで、一応まあもう捕獲は可能なんですが、倒したくてなんかパンパンしてこれで終われと思ってるんですけども、終わらないとでこれ寝たんで、寝たらしょうがないから捕獲しようと思って、で捕獲する
ように移行しました。本当は殺したかったです。はい、というわけでこれでね、大体で5分くらいだったかな。まあちょっと立ち回りが下手くそなんで若干、まあ、そこはちょっとご容赦いただければなと思うんですが、武器としての性能は高いです。これ5分4秒、うん、まあ、5分台でね討伐できるんで、まあ、非常に強いなと思いますね。でこのレックスラッシャーのいいところはさっき言ったように白ゲージが出ているすでねっていうところなので、この白ゲージ220はかなり強いと思うんですよ。ね、グランドカオスの方もう実は匠サーモダスト白ゲージが出るっていう噂を聞いて、これ実は最強スラッググランドカオスに変わるんじゃないと思ってるんですよね。なのでちょっとまたそれはね別途動画にしたいなと思います。早速装備紹介をやっていきましょう。それでは装備紹介をやっていきましょう。このティガレックスのスラッシャークスかっこいいんですよね。見た目がね、なんかそのティガレックスの頭みたいな形してましてね、これ装備してると。でどういうまあ性能をしているかっていうと、これあの最強スラークのね動画でもやりましたけれども、攻撃力は228、これあの攻撃力強化っていう100ルスロット入れてるんで、ちょっとだけ高くなってますが、素だと220だったかな確かね。で切れ味が素で白で出ると。素で白ゲージはねさすがに強いね、さすがに強い。で属性はなし、無属性強化とか今回ないんですよね。まあ、あったらぶっ壊れますけど。で、回心率がマイナス 20% っていうデメリット持ってて、スロットと回心率が若干デメリット効果みたいな感じですね。マイナス 20% とスロットなしっていう。で、装着瓶は元気瓶であると。もちろん、古竜には効きません。元気瓶は。ただ、まあ、効くモンスターであれば、やっぱこの瓶が最強で、これまあ、2つ理由があって、まず覚醒しやすいっていう点ですね。毒瓶とか滅竜瓶が一番覚醒しやすいんですが、元気瓶と、強属性瓶は中間くらいで、その時に麻痺瓶が覚醒しやすくて、で、最後に、強撃瓶ってなってるんですけども、まあ、元気瓶はかなりストレスなく溜まりやすい、瓶になってますんで、覚醒状態にさせやすい、つまり追加ダメージを安い、火力が上がりやすいってことですね。で元気値が33っていう結構高い数値持ってるんですよ。なのでこれで、相手のモンスターをひるましたりとか、まあ、スタンを取ったりとかね、元気っていうのはひるませる以外にスタンを取るっていう、まあ、能力もあるんで、これ非常に強いということですね。で、使ってる防具、オロミドジュラ、ウルク、ジャナフ、インゴット。で、五石は攻撃3、KO 術2っていうね。結構強そうじゃないこれ。これ割と僕の持ってる中でトップの神馬なんですけども、これを使ってますと。で、スキルはですね、全身のスキル、こうなってます。ですね、今回の白ゲージ運用なんで、合人研磨と砥石を拘束化、これを入れました。合人研磨っていうのは、発動後90秒間、ゲージが減らないというぶっ壊れたスキルになってまして、これ僕個人的な意見です。合人研磨は達人芸より強いと思ってます。あの達人芸っていうのは回心率が高いと 100% とかだと 80% の確率で切れ味が落ちないっていうね感じなんですけども、 20% 切れ味が落ちるわけじゃないですか。しかもそこに弱点特攻とか発動してると、あの弱点殴れなかった場合はまたさらにね、あの切れ味落ちるわけですけれども、これ合人研磨って何しても90秒間切れ味落ちないんですよ。何をしてもですよ、 100% 切れ味が落ちない、どこか殴っても。これさすがに強いと思ってて、でしかも合人研磨1個あると意外と白ゲージ、結構いけるんですよね。で、あの途中でそうは言っても青ゲージになるんで、そこでまあ先行弾とか投げて、まあ、実戦みたいな感じで先行弾投げて砥石を1回解けば、なんかめんどくさい管理しなくても、まあ、あの白ゲージずっと持っていけるんで、かなり強いなと思ってて、僕はこれを押してます。五人剣はレベル3と、砥石を高速化レベル3。これを押してます。で、あとは火力、ハッピーセットね、高速変形3と、強化持続2っていうのを入れてまして、これハッピーセットですね。で、回避距離アップレベル1で、モンスターに近づける能力を上げてあげるっていうのと、ひるみ軽減レベル1で、マルチ用にも使っていけるようにしていると。まあ、なくても、最悪、ひるみ軽減はなくても、スーパーアーマーの攻撃多いんで、スラッシュアックスは。意外となんとかなります。で、火力スキルなんですけれども、火力スキルは攻撃レベル7に入れてまして、これあの白ゲージ運用なんで物理スラークなんですよ。なんで物理攻撃力を上げてあげればそれだけ火力上がるっていう、そういう理論ですね。で見切りレベル4はこれ元々あの武器の回心率がマイナス 20% なんですよね。なんで、そのマイナス 20% 消したくて嫌いなんですよ。とにかく僕マイナス回心が、マイナス回心出るとあのダメージ下がっちゃうんですけど、それが嫌なんですよね。20% って結構5回に1回は、ダメージ下がるっていうことじゃないですか。だからそれ嫌なんで、それを消しているっていう感じですね。で、スタミナラッシュは、これはね、なくてもまあ、
いんですけど、あの交流相手には、まあ、普通のモンスターに行くんだったらあった方がいいですね。元気力 1.4 倍なんで、これであのこの元気値33っていう爆発的なね元気値を叩き出しているっていう感じなんで、ここねスロットでつけてるんですよ。なので例えばあのここ変えることができて、まあ、テオテスカトルに行くんだったら、まあ、非耐性入れるとか気絶耐性を入れるとか、まあし、まあ、爆発耐性は入れられるんだっけ、まあ、気絶耐性がいいですね。気絶耐性3とか入れられるっていうところとか、あとオーナーズ地に行くんだったら、まあ、例えば毒樹、あの対毒樹、毒無効みたいなやつを入れるとか、ここはね1スロであればカスタムできるんで、ここは皆さんのねお好きなようにカスタムをしていただければなというふうに思ってます。でね、これおまけでついてきたこの KO 術がね結構強いですね。気絶威力 1.3 倍、まあ、要は気絶が取りやすくなる。これあるとねクエスト中結構ねスタンしてくれるんですよ、あの元気瓶でもね。なのでこれはあえて入れてるわけじゃないですけど、神山、僕みたいな神山を持っている方は、まあ積んでもらえばいいかなって思いますね。で強化持続はレベル2で止まってるんですよ。これ本当はレベル3がいいんですけど、スキルの都合上ねあの入れられませんでした。攻撃をレベル6とかに落とせば入れられると思います。あと神を守ってる人は入れられると思います。はい、以上です。で装飾品ですね。装飾品はまああんまりね同じを守り持ってないと意味ないから、これは別に見せる必要はないと思ってるけど、一応見せておきましょう。合人、研磨、側辺脱起、合人脱起脱起、対象っていう感じになってますね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。これ見た目かっこいいんですよね、この武器。これもアドっすね。あの見た目かっこいいっていう時点でスラッシュアックス使いって結構ロマンチストが多くて、かっこいいかどうかっていうのが割とその使う武器を使う時の判断要素の一つになってる気がするんですよ。これ僕だけでしょうか。僕はそうなんですけども、なのであのこのスラッシュアックスめっちゃかっこいいので超アドです。次回はねグランドカオスを白ゲージで運用してみたいと思ってますんで、お楽しみに。チャンネル登録をしてぜひお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。